しょー、パッ。はい、どうもパテマス協会でございます。おー、なんか今日画角広いな。ちょっとモード変えたしかな。どうです、眩しいですかね。どうですかね、眩しくもないか、鮮明か。というわけで本日はあったピンと当てて、はい、グラタンみたいなの作りました。はい、でレモンサワー飲んでますね。これはまた明日以降ぐらいに、また明日ぐらいにね、調理とかします。うん、まあ普通にうまいです。残ってる。乾杯。ああ、オーマイジャンプもね、もう残り3話ぐらいになりましたんで、今日はもうこの後まったりと見たいなと思ってます。そんなまだ8時、ウレピー、今日は仕事がサクッと終わったんで、ウレピー、マンモスウレピー。よいしょー、マンモスレピーっていうのをもう知ってる世代あんまいなくなってきてるよね。アラフォーぐらい、まあ、アラフォーぐらいしか知らないの。アラサー、アラフォー、アラソーは知ってんのかな。マンモスレピーとかね。乾杯。ああ、うん、はい、薄っ。俺レモンちょっと入れたんかな。こんな薄かったっけ。カノカ入れたっけ、こんな薄かったっけって言って、これでどんどん人ってボケていくんやろな。絶対入れていいんやろ、俺が薄く感じてるだけで。うん、マカロニグラタンっていいよね。なんかマカロニグラタンとラザニアの違いな。ラザニアとマカロニグラタンの違い。ラザニアっていう形のパスタが入ってないから、ね。平べったい。蝶々っぽいやつ、うん、で、ラザニアも一応入ってんでしょ。何だっけ、こう薄っぺらいこの板状のやつがこう、のパスタが。表面に貼ってやるってのがあるよね、確か。うん、食べたことないけど、見てこのちょっと冷めてきてっからさ、でも出来たてやったらこうなんかね、韓国のねチーズの声みたいな感じで無糖張りのこういうことができたけど、うん、もう冷めてきとるからチーズが固なってますわ。もうだって卒入学でしょ。この俺の動画見てる学生なんで、まあ、ほぼいいと思うけどさ、逆に言うとお母さんらが多いからね。お父さんお母さんね、子供が卒入学、卒園入園とかね、そっちの方がいいんやろうな。あ、だって今や平成の子でも32歳ぐらいなってんの ?31 歳ぐらい？結構なお年やん。だまだこれちょっとね、20年ぐらい経ってくると令和なのか平成なのかみたいなね、なってくるんでしょ。ギリ令和みたいな。でギリ平成とかね、平成がババアって言われるとか、ジジイババア言われる時代が来んやな。昔ってさ、俺らのおばあちゃんの年ってさ、50、60でも結構よぼくれてたよね、確か。今なんだけど50、60でまあまあ若いやん。でもっと言うと最近の30って幼いやん。30ぐらいでもね。でも25歳ぐらいと高校生との差が分からへんかもしれん、俺からしたら。見た目ね。見た目ねんですよ。中身ねん。まあ中身もそんなもん変わる、大して変わらんのかもしれんけどさ。まあ俺も中3から変わってない。中2かな。中2から変わってないかな。
中二の頃から変わったことになんねん。仕事してること以外変わってないと思うかな。思えばさ、昔はだって30歳でもババア、25歳超えると結婚してなかったら生き遅れみたいな時代があったけど、最近で25で結婚したらまあまあ早いんじゃないの。大体30ぐらいでしょ。単純に学歴上がると結婚するの遅くなると思うよね。社会に出るの遅くなるからね。社会に出なければさ、結婚もせえへんし子供作らへんしさ。なんやろな、学生のうちに子供作っていいシステムしたらいいんだ。無理か。で今とかさ、だって昔と違ってさ、昔は大学やりたいことあって言ってた子ら多かったと思うけど、まあ、分からんで違ったかもしれんけどさ、今とか大学とかやりたいことないから大学行くみたいな感じでしょ。昔やりたいこと何もなかったもん、さっさと働きやったのよね、俺らの時代はね。しゃあないよな、ね、学歴社会みたいになっちゃったからさ、頭やね、大卒でないと就職がね厳しいとかね。でこの間さ、俺が飲みに行ったところのさ、学生さんがさ、もうちょっとおかしいな、今の説明おかしい、おかしい、俺がこの間飲みに行ったところで働バイトしてた学生さんが言ってたんやけど、今就活中なんすよって言って、まだ就活なんて大変やなって言ったら、来年なんですけどねみたいなそんな早から就活すんのみたいな、もう1年先に、1年以上先に働きたいところをもう今から決めんのみたいな。そう、あ、嫌なかもしれんやんと思うよ俺からしたらね。それまでに1年も前から、1年も経ちに人の心変わるよ。もう男女間の気持ちだってね、もう1年も経たずに変わるのにさ、これから先一生懸命働いていこうっていう職場の家の気持ちは変わんねえのかな。どうなんやな、1年も先のことなら決めるの嫌だわ。それも人生かかってるやん、まあまあ仕事やしさ。あ、俺これ全然違うこと言うよ、スイートコーン入れとけよかった、もっとうまかったと思うわ。あったのに、ほらね、ちょっと前のことでもね、やった後後悔するんですよ。ちょっと前にこれ作ったのに、あとからやると1年前なんか絶対後悔するよ。うん、みんなもちょっと前に思ったことなんてね、気は変わるんですよ、変わるんですよ。だから結局さ、得よね、俺一番得なやつどんなやつかっていうとね、そん時はそう思ったって言えるやついるやん。もう 俺そういうやつあんま好きじゃないんやけど、大体だけどそういうもんでできてるやん責任感のやつ、もうスーちゃんハヤちゃんもそうやけどさ、言ったけどできひんかって、その時はできると思ったみたいなやつね、な、意気込みだけのやつ、結果出えへんやつね、いるやん、うん、でもね、分かられてもないのよ、その瞬間そう思った、でも今違うって、もう俺もう何のあの
なんで自分の中の呵責もなく言いたいわ、それ。その時そう思って。でも今違うから、ほな、言って。俺は一生とかね。運命とか、ね、軽はずみに言いたいわ。前は、うん、この後カキビーでも食いながらオーマイジャンプでも見よう。まあ世の中もう人が言ってることとかね、大それたこと言うとるとかも、もう信用しない方がいいですよ。なんかあったわけじゃないけどな、大体ね、でかいこと言うやつは絶対に後からね、できませんでしたーって結構簡単に言うと思うからできるやつは言わずにもやってますからね。結果出てから、結果出してからですよ。まあだけど言霊っていうのもあるから、まだ喋るんかって話じゃない。言霊っていうのはあるからね、言って自分を奮い立たせる、言った手前やらなきゃ、あれよ、それがいいんからな。言霊なんもええな、ことしかばねしか出ないんだよ、そいつらの言葉。ことしかばね言った途端死んでる言葉なん、まあもそもそも命が入ってないことだ。そんなもあると思いますんで、まあ適当に生きるのが一番です分からんけどな。というわけで、ほなまたね。